どうも、レキさん。どうも。今日これ何ですか？今日は、はい、まあ年末年始、うん、ちょっと休みでね、はいはいはい、時間もあるじゃないですか、皆さん。そうでしょうね、きっと。で、普段僕ら YouTube やってて、うん、やっぱよく YouTube 見るんです、僕も。あ、自分でも。はい。人のチャンネルをね。なので、うん、おすすめのチャンネルというか動画を、はい、YouTube チャンネル、YouTube 動画、はい紹介してみようかなと思って。いつもだと趣向がね、そうそう、ちょっと変えた感じで、はい、はい、やってみたいと思います。お願いします。今年のファッション YouTuber MVP を発表してもいいですか？リッキーさん的？僕的です。はいはいはい、お願いします。はい、今シーズンね、はい、彗星のごとく現れ、ほう、そして我がチャンネルを軽やかに抜き去っていった、はい、ファッション YouTube チャンネルがあります。そんなのがあるんですか？綿貫社長アパレルの翔さん。へえ。知ってます？知りません。自分で工場をやって、オリジナルブランドをやっている社長が、はい、さまざまなブランドの商品を、まあ、あの生産側の視点から語るっていう、うん、人の商品を、はい、へえ。で、基本的に、はい、動画がなんとかブランドの闇みたいな感じで、はあ、その価格とクオリティが合ってるかとか、うん、まあ、ちょっと暴く系なんですよ。なるほどね。で、このねチャンネルがもう今5万人、うん、すごい勢いで成長してるんですよ。なるほど。まあ、ちょっとあれじゃないですか、今までのファッション YouTuber の方とはこう切り口というか、あの視点が違うので、まあ今までないような。そうですね、うん、うんうん、まあ自分の業界に喧嘩を売ることにはなりますからね。まあそうですね。ねえ、だすごいなと思って。だからそれをファッション YouTuber というかどうかは微妙なところですけど、はい、まあでも洋服について語ってるという意味では、うん、そういうことですね、うん、暴露系 YouTuber ですね。まあそれにちょっと近い印象になっちゃうのかな。でも僕なんでこのチャンネルを知ったかというと、やっぱライトオンで、うん、ソルト&ペッパーというブランド始めたじゃないですか、はい、で僕正直、うん、アパレル畑じゃないので、うん、生産に関してはほとんどわからないんです、うんうん、その都度都度確認してるんですよ。なるほど。なのでそういう意味ではなんかこう技術的な部分だったりとか、こうプロがどこを見ていい商品、うん、そうでない商品ってこう見てるのかがわかるので、うん、とっても勉強になるので、僕はチェックしてると。なるほど。ライトオンさんも入ってますし、網を破かれてたんで。ああ、破かれてたんですか？へえ。面白いです。一応今回おすすめの動画は、日本製じゃないのに高すぎるトゥモローランドの闇を服のプロが万覚悟で大公開と。へえ。こちらのちょっと動画を見ていただけると、この方のただただ暴露系じゃなくて、こう洋服に対する愛だったりとかね、うん、そういうものも感じられるので、うん、まあ、こちらの動画ちょっと見ていただけたら楽しいんじゃないかなと。はい。次は、うん、またファッションなんですけど、はい、まあ、例えば、酒井、うん、どんなブランドなんだろうと、うん、分からない人がいたらやっぱちょっとネットで調べたりしますよね、うんうん、そんな時にこのブランドってこういうブランドだよってこうまとめてくれるチャンネルがあったら、はい、まあ、便利じゃないですか、うん、そうです。意外とないんですよ、そういうチャンネルって、うんうんうん、僕はその中でもこのチャンネルをちょっと押すんですけど、ポンコツインズ。ポンコツインズこれね、うん、チャンネル登録者数、うん、812人。はあ、ははあ、よく見つけましたね、それ。どういう、なので、はい、まああんまりこうなんていうか、なんでしょう、すごいこう人気のあるチャンネルというわけではないんですけど、うん、なんかね、この語り口と合わせてなんかね、なんだろう、いいんですよ。ドメスティックブランドのこの成り立ちみたいなものを、うん、まあ、大体10分ぐらいナレーション合わせてこう説明してくれるんです、うん、はいはい、これがすごく分かりやすくて、うん、で愛も感じるし、うん、まあ、これを見ればなんかドメスティックブランドの成り立ちが分かると、うん、ということでね、このチャンネルはすごくいいと思うんですが、はい、なんと更新がですね1年間止まっております。あ、もうファッションここまで、ファッションここまで、はい、いいですか？もちろんいいですよ。だからもうここからは、はい、もう DRS をどうもリッキーさんをファッションチャンネルと思ってる人はここまででいいです。あ、そうですか。
ファッション情報を得ようと思ったらここまで、ここまでです。ここからはもう本当中学2年生みたいな話になっていくので、なるほど、あの興味がない人はここで視聴を終えてもいいと思います、はい、次いきますよ。お願いします、真実の目。ああ、都市伝説チャンネル、はい、見たことありますか？あ、何度かありますね。とりあえずこの年末ちょっと宇宙の謎、うん、解明したいなっていう人いっぱいいると思うんでうん、はい、そういう方は総集編、はい、宇宙のすべてがここに、量子力学、シミュレーション仮説などなどっていうこの番組があるので、うん、これがねめちゃ楽しいです。1時間ぐらいになってことですかね。これはねもう1時間で す, そうです、ね、で今までのものを総集編でギュッギュッと、はあ、これをさえ見ればもう宇宙の謎が解けるんです。それでも僕興味があるんですね。好きな方なんで。それあ、都市伝説系好きですか？バイエンスとかも科学系とか好きで、はい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 、見てるんで。そういう意味でいくと今はねやっぱり量子力学、すごく話題なの で、ね、はい、ここでついていくのは、うん、最後のチャンスなんじゃないかなと、うん、なるほど、この年末が。そうですね、ぜひ見ていただけたらと、はい、はやぶさチャンネル6950人登録者。はやぶさチャンネル、へー、はい、ですね、これはですね、なめだるまというははははあのヒップホップのグループがいるんですけど、はあ、でバダサイクッシュという、まあ、ラッパーの方がいらっしゃって、うん、彼をイメージしてラップを作っていろんな時事に対して歌うんですよ。ははははでこれが秀逸で、うん、なんていうか絶対彼が歌わなそうな内容を歌ってるから、もしかしたらなめだるまのファンからしたらちょっとディスってるように聞こえるのかもしれないんですけど、うん、まあ、僕そんなヒップホップだったりラップだったりが中心の生活じゃない人間としては、はい、モノマネすることによって気づくことってあるじゃないですか。そうですね、誇張されますからね、はいはい、あ、こういう時にこういう歌い方してるんだとか自分がさーっと聞いてるとわからないけど、うん、そうですね、でもこの方が真似してくれたおかげで、はい、いかになめだるまがスタイルを持って日本のラップをの一つの形を作ってるのかっていうのがガーンときてなるほどね、逆にそんなに聞かない僕だからこそ、聞いてる人ならもう分かってることなんだと思うんだけど、でもなめだるまかっこいいなみたいな。なるほど、うん、で僕が聞いてもらいたいのが、はい、ていうか見てもらいたい、聞いてもらいたいで見てもらいたい動画が、はい、なめだるまっぽく岸田首相を歌ってみた、うん、岸田首相ね、はい、ああなるほどなるほど、これをぜひ見てもらいたい、はい、ちょっと見てみたいでしょ。ちょっと見てみたいです。なめだるまも好きですしね。これもでもね1年前ぐらいにはね僕見つけてたので、結構 なんかこの動画も多分11ヶ月前なんでちょうど去年の今頃なのかな。これちょっと聞いてみてよ今。なめだるま僕僕どうですか。いやすごく知的な感性もあって。そうですね、秀逸です。ですよね、はい、これは秀逸です。これはあのチャンネル登録しましたはい、音楽です。音楽ね、エイシス。エイシス、これはですねブリーザーっていうバンドがやってるチャンネルなんですけど、現在7500人チャンネル登録者数、うんうん、で動画3本しかないんですけど、はい、自分たちが作ったアルバムを、オアシスのボーカルに歌わせると、うん、AI で AI でで1枚アルバム作っちゃうと、うん、いうチャンネルになってます。その、プロセスを 見ていくってことですね。いや全然もうそのアルバムがガンと出てるだけなんです。ああそういうことですね。だから僕は曲作ってそれをジョン・レノンに歌わせる、有名な歌手に歌わせるって感じですね。なるほどね。それがもう出来が秀逸すぎて、もう俺オアシスの最新アルバムこれでいいやみたいなそう、楽曲もいいってことですね。じゃあね、楽曲も寄せてるんで、はあはあはあ、だからなんかなんでしょう、 AI 時代のこうなんていうんですかね、一つの形として自分の好きな歌手の人に自分の曲を歌ってもらってアルバムまで出しちゃうと、新しい時代を感じる出来事としてもすごい新鮮だったと。うーん、
今年あのビートルズ新曲出したんですけど、はい、まあ、いろいろこうデジタル的な AI 的な技術は使ってるんですけど、うん、そこまでじゃないんですよ、うん、多分次はそれぐらいのことやってくるんじゃないかなって思えるぐらい完成度の高いオアシスのボーカルリアム・ギャラガーの声を使った自分のアルバムということで、もうこれはもう完全にあの僕の好みなんですけど、はい、ぜひブリッドポップ好きな人はちょっと聞いてみたら、はいはい、そうですね、楽しそうですね。嘘やん、新しいね、うん、世界ですね、それね、完全に、はい、うん、ということで、あ、以上なんですけども、以上、ただ、はい、もうここで終わりなんですけど、はい、僕の好きな格闘技1試合だけ、あ、はい、いいですか、チャンネルじゃなくて動画、動画、はい、何でしょう、あの、まあ、チャンネルでもいいんですけど、はい、あのシュートっていう団体が日本にありまして、はい、うん、まあ、その中で今年のベストバウト、うん、っていうか今年の格闘技の僕ベストバウトが、うん、このシュート2023年11月19日の、うん、第10試合荒井城かける山内渡ると、この試合が僕は今年のベストバウトなので、ちょっと愛が止まらず、はい、なんか今までの動画も、まあ、明日頑張ろうとか、あ、こういうアプローチがあんだ、かっこいいなとか、いろいろあると思うんですけど、その全ての感情がここに集約されていると。なるほど、いうことで、はい、まあ、今年僕が見てきて、うん、おすすめの動画、はい、そしておすすめチャンネル、うん、いくつか紹介しました、はい、ぜひ、ね、この年末、そうですね、あのお時間ある時にでも、ちょっとした暇つぶしに、はいはい、その中であの興味があるジャンルだけでも見ていただけたら、はい、楽しく年末過ごせるんじゃないかなと、はい、年末年始、はい、じゃあまた、じゃあまた、でチャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、ミキさん的には絶対してもらいたい、動画の高評価は絶対してもらいたい、グッドボタン押してもらいたい、じゃあ絶対